岩下純平です。宇田健太です。今日の企画は青木ストーク。はい、ものすごいゲストに来てもらいました。たまたま僕がつくば出身でよかったです。はい、というわけで高校バスケから大学生になり、まあ、この1年間終えての違いとか、もう大学生やん、ちょっと高校とは緩さ違うな。だからもうミスドでも食いながらゆるくやろうかなという企画です。今日俺ほんとカツダイ食べたかったよ。ああ言ったやん、はい、つくまで飯っつったらカツダイかスタードンじゃん。ああスタードンも行く。えスタードン行かない？だって十字連の時どうしてんの？トリドリトリドリラーメンとかめっちゃ好きなんですよ。か、うん、吉野です。自炊あの吉野家ね、はい、裏大通りのところ、はい、スタ丼じゃないんだ。あんまり行かないです自分たちは。チャーハン店の桜に何があるの？中華のさ弁当桜も行かんか。行かないっす。つくば飯を食いながらやろうと思ったんですけど、ミスドを買おうとしてたら岩下純平から「させたいさミスド」って来て「えこいつ怖っ!」みたいな。たまたまミスド駅やるから。そうそれも結構つくば飯だよね。あのアウェイでさ遠征行くときさ買わない？あ1年はないか。買わないです。荷物あるか。23年になってくると一回ミスドちょっと早めに行って手ぶらみたいな感じで買って行くんです。行く。まあ、そうします。というわけでいろいろ今日はね聞いていきたいと思います。じゃあ食おう。はい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 もうちょっと下じゃね？なんか大食い企画みたいになってる。行こう。よし、水を食いながらやろう。どれ行く？え、せーので決めようぜ。行くよ。ちょっと待って。結構種類買ってきたね。ほぼほぼ買ってきたね。いいっすか？せーので。ちょっと待って。いいよ。せーの。これ。あ、ポンデリングです、僕は。これはゴールドファッション。渋っ。え、一番渋いじゃん。そうっすか。うん。ね、気分でした。皆さん、ここ2人はですね、まあ、筑波大学の後輩ですね、一応。先輩とは思われてないかもしれないですけど、一応後輩としては見てるんで、後輩になって、純平は高3の時に聞くインタビューしたそんなしてないか。インハイで初めてでした、多分。ミントの時でしたか。もし、はい。2回はい。だからサインのやつか。はい、そうです。ケントは、したよね。ミントですね。うん。ミントはしてない。ミントはしてないです。夏の高校チャンピオンと冬の高校チャンピオンということで、メンツえぐいの普通に。チャンピオンチャンピオン3位だから、高校時代で言ったら、まあ、一番俺なんかしたっていう恥ずかしいことなんですけど、まあこんな感じで軽くやっていこうっていうノリなんですけど、どうよ大学バスケと高校バスケの違いは。フィジカルっすね、自分は。だって高校時代からフィジってたよ。そうでもないです。でも本当になんか、うん、フィジカルでファールなんない、自分的にファールと思ってるんですけど、それでもなんないときが最初の方、それが苦労しました、自分は。ガード同士のところってこととか、ヘルプ来たときにうまくかわせず、当たったときに、うん、みたいなのもありますね。どっちがいい？あ、でもコーヒーでいいし。じゃあ見せていただきます。そんなお茶水でいったコーラとか一切手つけなくて意識高いや、わかんない、俺あんまフィジカル感じたことなかったもん、大学で。うん、こいつやばいなっていうか手が強みたいな。自分は結構それが一番ありました。あの岩下純平でさえ。いや、全然そんなことですよ。そう、あるわ。キャッチアンドシュートです、自分は。何それ何それ。いや、あんまり高校でずっとドリブルつきながらの、そうね、シュートとかの方が多かったんで、大学ってみんながドライブキックアウトができるから、うん、それでスポットシュートが自分打ってきてなかったんで、うん、全然入んなくて。キャッチシュートが、それにめっちゃ苦労して、うん、でもめっちゃ確率悪くて、うん、なんで今それめっちゃ練習してます。で、隣にキャッチシュート専門の人もいる。もうずっとこうやってやってるよ、ケントは。もう降りにくい、降りにくいみたいな。専門の人いるよ。自分はそうですね。へぇー、ケンカ。自分は、強度使う。でもディフェンダーで出てたよ、もう一度。まあそうなんですけど、うん、まあ、自分がオフェンスの時に、うん、ボール持った時とかのプレッシャーが高校とは全然違うな。
される側ともね。はい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 。でも今年1年シーズンなんだかんだ乗り切ってさ、大きな挫折した？まだしてない。しかもここ2人はだって出てたよ1年から、はい、すごいよありがとう。すごいよ特に出れない、出れない。そうなんですか。うん、出れなかった。あ、俺の実力のことかもしれない。ババユーやったやつがヤバすぎた出れる気がしなかった。これ言ったら何、まあ試合に出れてない人たちにちょっと申し訳なさっていうか終わるんですけど、そんなほっぺにチョコつけながらあるんですよ。高校で出させてもらってきてるから、お大学の限られたプレータイムでの長く出てなんぼやったからね、はい、100% の力を限られた時間で出すっていうのが難しさと、今からなのにっていうあれが、あ葛藤ね。わかるわかるわかる。まあちょっとありました。2人とも平均今年20分でしょ。ケントはそうですね。自分はもう一度多分少ない。15分ぐらい。はい。どう、筑波生活楽しい？まあ、バスケの話はまあおいおいするとして、どうやって筑波生活？何してるの？何して遊んでるの？温泉バカ行ってます。どこどこどこ？温泉何個かな？ユラ。ユシキが車持つようになって、もう夜みんなで、自分たちの温泉みんな好きだから。温泉行って、夜12時ぐらいに帰ってきて、トランプして、2時ぐらいに解散してっていう、はい、無視してます。しかも、あれでしょ、お酒なしででしょ、はい、シラフででしょ、はい、超おもろいやん。この2人の共通点として、2人とも寮だったよ、高校生活。はい、で、今一人暮らしでしょ、どうつまんない。つまんなくはないですけど、料理が大変ですけど、自炊が。してんの自炊。まあ自炊って言わないよ、チンするの。いや作ってますよ、炒めてますよ。炒める肉焼くは自炊、まあ、それは自炊だね。肉焼くはギリ、肉焼く、まあ、ちょっと野菜カットする、うん、で最初はちょっと野菜炒める系が多かったんですけど、結構まあ鍋とかっすね。ぶち込むだけやん、ぶち込んで汁入れるだけやん。一人で食ってんの結構自炊は。自炊するときは一人でさ。へえ。みんなでやられてたんですか。みんなでやられてました。あ、一人の家に集まってなるみたいな。俺以外のやつが集まって、俺だけはなんかずっと外食してた。いや、なぜ。そういうのもありさ。うん。ケンジさんとは合わない。まあ、合わなそうや。俺ボールめっちゃ持つから合わなそうや。合わないとかは別にあんま考えてないですけど、片上先生のバスケとケンジさんのバスケが全然違うんで。違うの？俺とかもそうだけど、一緒にフール持ってたんだけど、予備校みたいな感じなの。すまないよ、僕のコーホール高校ってコメント欄でめっちゃ言われてますけど、違うの？いや、なんか、うん、なんて言うんですかね、筑波のバスケットってみんな動いて、まあ、大堀もそうですけど、コールのガンダリーブレイク。ガンダリー？結構するじゃないですか。筑波？はい、する。なんで、大堀とかは流れの中でセカンダリーっていうか、そういうのがなくて。そうなの？はい、コールしたら、うん、セカンダリーってガードの動きで決まるじゃないですか。でも大堀は別に自分がコールしたのを、うん、みんな決められたやつを何回も繰り返す的なあれが多かったんで、うまくいかなくて、だから使うのは別に3個ぐらいなんです。あとはもう岩下チョイスなんだとかもブレイクでもいけない。さんの場合はスケート高校と大学、それもまあ一つありますね。へえ。でも全く違うところと好きになる。中部第一とかする。筑波大のバスケとは全然違うところでやってきて、なんかあった？留学生がいないんで、うん、リバウンドの不安っていう。よくないよ。留学生頼みしてたのがもう出てるよ。最初の方に言われましたね。リバウンド行けって。順平は冬優勝してイケイケの状態で入学して徐々にプレータイム掴んでって。感じだって多分、はい、ケントは違うやろ。最初からめちゃめちゃ出てたわけじゃないじゃん。結構途中からいきなり20分とかだった。リーグ戦とかから、たまにスタメンはありますでしょ。あ、じゃあ最初から出ててスタートになった。一番最初の総会のホームゲームみたいなやつで、うん、三谷さんがコロナで出れなかった時に初めてスタートで出たんですよ。基本はセカンドっすね。あ、そうで、大体15分ぐらい。リーグ戦で精神さんがなかったわけです。精神さんって呼んでる。精神さんって呼ばれてるのあいつ。なんて呼んでる？ヨコチ。なるほどね。お前自分が誰かと思ったよ。
と精神さんと三谷さんの怪我とかでいなくなって、そういう時は結構多めにすごい出てますね。すごいすごすぎ。今年1年でマッチアップしてヤバかったやつだね。自チームも含めていい、こいつヤバい、あおお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 どんなんだったんですか。え、もうやばいよ。で、見て見えろとか、ずっとプラッとしても今一人で先頭走ってて、でも終わって、はい、やばこの人みたいな。とか、練習も、ババア雄大シフトがあるよ。そこにパス出しちゃダメっていう。あの、雄大さんが疲れてるとこに横パスなんかしたら全部ダメする。あ、スティールでってことですか。あの、いつものよく入るやつみたいなスティールで。なんかしかもちょっと開けてんの。なんかサボってる感出すの。狙ってこんなやつでバーン行ってバーンかまして終わり練習。三田丈太郎さんがダンク行こうとしたのとかも普通にバーン。1年生と違うんですか。1年生の時は違う、俺だって同期じゃない。ああ2年、俺が入った時も2年だから。やばかった、おめでんかった。毎日の練習は衝撃だった。テンニングの嵐だし。マジでジャモランといるみたいな感じで一緒に。え、テンニングだろ今のみたいな。そんなんばっか。みんな踏むと踏むじゃない。そうか、やっぱあっちゃん、あっちゃん、あっちゃん。でもあっちゃんなんであんな試合で活躍できない。6点とかあんの抜いてるんです。お前、舐めすぎだろ。大学バスケ抜いてるわけないやん。もうそれみんな言われますよ。なんで、あっちゃんさん、なんで次回、小川敦也について話した。